なんと卑劣な犯行か。自分の手を汚さないばかりか、他者の手を借りて惨殺するなど許せないのである。僕がさっきエントランスホールで見つけた切れた絨毯の断片は、ワイヤーを地下から上に通していた証拠なんだよね。ええ、断面を調べてみましたが、 100% ワイヤーによって切れたものです。暖炉の手袋は証拠隠滅っていうことか。おそらく引っ張り上げられた際にワイヤーが床の隙間を通って移動し、絨毯が切れたんです。今回の犯人の思考不足がうかがえますね。証拠を残しすぎなのですわ。この偉大なるピンカートン家の後継ぎ、家族探偵を相手取るには役者不足だったようですわね。だけど、それじゃあ誰が犯人なのだろうね。この中にいるんでしょ。え、それはおそらく扉を開いたそこの庶民ではありませんの。もともと怪しかったのですし。ええ。いや、このトリックは準備さえ整えてしまえば、あとは誰かがこの洋館の扉を開くのを待つだけでいい。つまり、誰にでも犯行が可能なトリックなんだ。入り口を開いた張本人である無能君だけでなく、私たち探偵同盟のメンバーでもね。ちょっと社畜さん、何をおっしゃいますの。私たちは今日本土から数時間かけてこの島に来たんですのよ。私たちに犯行など不可能に決まっていますわ。浅ましすぎる発言はたとえ庶民といえども許しませんわよ。研究棟のヒトラが殺されたのって久々に喋ったな。1日以上前でしょ。だったら今集まってるうちらにも犯行は可能なんじゃね。この島の人たちを皆殺しにして老子探偵を殺すトリックを準備してから本土に戻って、何食わぬ顔でうちらに合流する。もし犯人があの八つ咲校ならそれくらい余裕でやるっしょ。そんな最低最悪なクソ野郎だからこそうちらはわざわざ集まったんだからさ。そんな仲間同士で疑い合うだなんて。おいおい待ちなよ、もっと最悪なパターンがあるだろう。言ってみな。偽道探偵が楽しげな声で会話を遮った。もっと最悪なパターン、それって何のことですか。決まっているじゃないか。犯人を見つけ出せるならまだマシ。もっと最悪なパターンは犯人がすでに島から逃げ去っていることだよ。時間的に無理じゃない。空気が凍りつく。考えるのを避けてきた可能性だけれど、それは無視できない可能性だった。仮に今回の一連の犯行が八つ咲校の仕業だとしたら、すでに逃げ去っている方が現実的だよね。だって探偵同盟の本部を壊滅させることには成功、置き土産に老子探偵を殺害する罠まで残せた。逆にどうして島に残る必要があるのかな。俺ならサクッと逃げちゃうな。そして戻ってこない。そうすれば疑われることもないんだもん。サクッて逃げられるかね。よほど強い意志と目的でもない限り。撲滅言うぐらいだから探偵の全滅を目的としてるんじゃないの。誰も外道探偵の言葉に反論ができない。殺人鬼の探偵ならではの殺人鬼目線での筋の通った推理。確かに彼の言う通り、犯人が島に残っている、もしくは戻ってくる方が不自然じゃないか。それじゃあこの事件は。ああ迷宮入り。誰にでも犯行が可能である以上もう推理しようがない。完全に手詰まりってわけ。じゃあ拷問していこう。片っ端から拷問していこう。改めて探偵たちの顔を眺める。探偵たちの顔には先ほどまで見えなかった疑念の色と周囲への敵意が感じ取れた。先ほどまではとても楽しもしく見えたその光景に不安の影が差し込んだように感じる。すでに犯人が逃げ去った後だとしたら、老子探偵の敵は撃てない。もし犯人がまだ残っていたとしても、自分たちの中に犯人がいるかもしれない。 C
真相がどちらであったとしても辛い現実。チームの士気が下がるのも当然だった。顔を上げろ、探偵諸君。推理はまだ終わっていないぞ。しかし、そのよどんだ空気をホームズさんの声が拭い去る。確かに、この事件の真相はどうあがいても悲劇かもしれない。どうあがいても絶望だが、そもそも探偵とは悲劇の後に必要とされる存在だ。我々が悲劇を前に起こしてしまっては誰が立ち向かうというんだ。ホームズさんは僕に一つウィンクをし告げる。この事件の犯人は一つ致命的なミスを犯してしまった。それを今から私が解き明かしてみせよう。手袋だな。証拠を隠滅しようとしたけど燃え残っていた手袋。悲劇など我々の手で覆してやろうじゃないか、探偵諸君。探偵たちが皆黙って理想探偵の言葉に耳を傾けている。準備さえ済んでしまえば誰にでも殺害可能なトリック。犯人はすでに逃走している可能性が濃厚。仮にまだ残っていたとしても、それは僕たち探偵同盟の中にいる可能性が高い。この絶望的な状況をホームズさんはどう覆そうとしようのか。まだ自らの推理を話していない子がいるだろう。それが誰か無能君もわかるだろう。え、先ほど捜査をしていた人でまだ話をしていない人は、大和探偵、武装探偵、文学探偵。文学探偵かな。文学さん、当たった。確かあなたはこの部屋の暖炉を見て何かに気づいた様子でしたよね。あなたは何に気づいたんですか。手袋でしょう。こそこそと見ていたんですか。気持ち悪いです、死んでくださいと。少女はロリコンとおぼしき少年へと蔑みの目を向けた。ああ、え、いや、これはそのよさないか、文学探偵。すまないな、無能探偵。この子は少々人付き合いが不慣れなんだ。全然気にしてないですよ。えぐられた心の傷をさすりつつ、僕は苦笑いを返した。お前もずっと暖炉の件を話したがっていたじゃないか。みんなに話してやれ。完全にパパやん。言われずともそのつもりですけど、と少女は不満交じりの声で返事をし、解説を始める。私たちがこの部屋を訪れた際、暖炉に火が灯っていました。この点に違和感を覚え、ずっとその正体を探っていたのです、と少女は自らの考えを口にした。もともと ADV だからあんまり違和感ないんだよな、この口調でも。違和感ですか、その正体って。この国では馴染みが薄く、知らないのも当然であろうが、暖炉の火というのはそう長く持たないんだ。へえへえへえ。薪を頻繁に追加してやらなければ6時間も持たない。よくて5時間といったところ。いや、結構持つやん。そんなに頻繁な管理が必要なものなんですね。でも皆さんの中の誰かが寒いから火を灯したんじゃないですか。もう3月とはいえ、この島は肌寒いですし。殺人事件が起こった館の暖炉を勝手につける探偵がいるわけないでしょ、ドリコン野郎。少女は犯罪者予備軍の少年を罵倒した。それもそうですね。文学探偵の言う通りだ。私たちの中に暖炉をつけようとする者はいない。いるとしたら犯人だけだ。犯人は何らかの理由を持って暖炉に火をつけた。そしてそれはこの数時間に起きた出来事なんだ。だから数時間で脱出することはできないということを裏付けている。二人ともいい点に気づいてくれたな。そう、その暖炉に火をつけてしまったことこそ犯人の失策の一つさ。おそらく暖炉の火の持続時間に関する知識がなかったのだろう。だからこそ
軽率にも暖炉に火をつけてしまった。いや、つけざるを得なかったんだ。つけざるを得なかった。ああ、このワイヤーを取り扱うのに必要なグローブを処分するためにな。そう言ってホームズさんが懐から黒い手袋を取り出し、僕らに対してひらひらと揺らしてみせた。君たちも知っての通り、今回の犯行に使われたワイヤーソーは切れ味が良すぎるゆえに特別製のグローブが必要だ。犯人は間違いなくこのグローブを所持していたことだろう。ゆえにこのグローブの所持がバレれば犯人として疑われる。かといって指紋のべったりついたグローブをどこかへ隠すのはリスクが高い。だからこうするしかなかったのさ。そう言うとホームズさんは実際にグローブを暖炉の中へと放った。ジュッと音を立ててグローブが炎の中に消える。丈夫そうな材質だけど耐火仕様ではないようで、徐々にその輪郭を失い薪に紛れてよく見えなくなっていった。暖炉の中から焼け残ったグローブの残骸を見つけることもできましたよと少女はリーダーへと報告した。いや、なんで燃やしちゃうのか。あの火力で焼け残るとは、炎の精霊イフリートとの交友を深めていなかったがゆえの失態か。ちょっと意味不明なのでスルーしますと少女は無視を決め込んだ。素晴らしい発見だよ文学君。これで犯人がワイヤー用のグローブを処理するために暖炉をつけたことは確定した。ではこのことからどんな事実が伺えるかな。魔界くん、君ならわかるだろ。無論だ。犯人がこの洋館を脱出できたならば。できない。グローブなど適当な場所に放ってしまえばいい。近くに海もあるのだからな。できないからここで証拠隠滅せざるを得なかった。わざわざ洋館の中で処分したということは洋館の外に出られなかったということだ。グッド、その通りだよ魔界くん。なんで出られないんだ。この洋館から研究棟までは一本道。道以外は断崖でとても人間は降りられない。それに何より私たちが研究棟に到着してからこの数時間見張りを欠かさなかったが、洋館から脱出した者は皆無だった。不当かなんかじゃないと脱出できないってことか。この暖炉に火を灯した人はまだ館の内部にいるということですねと少女はリーダーの言葉に納得するのであった。この館の内部に。ドド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 。探偵たちがいぶかしむように睨み合う。それも当然、洋館内にいるということはつまり僕たちの中に犯人がいるということなのだから。落ち着け探偵諸君。確かに私たちの中に犯人がいるという事実は悲しいことだが、何よりも重大な事実がある。それは八津崎公が確実にこの洋館の中にいるということだ。スパイやん。どうして言い切れるんですか。君が現れたおかげだよ無能君。僕がどういう意味ですか。ホームズさんは薬と笑って言葉を続ける。八津崎公にとって君の存在はイレギュラーに違いないからさ。その証拠に八津崎公は2つの致命的なミスを犯している。1つは痕跡を残したこと。おそらく犯人の元々の計画では証拠など残さずに姿を消すつもりだったはずだ。そうすれば下道君が言っていたようにもう八津崎公が島から脱出したものと考えざるを得ない。推理のしようがなくなり混乱に陥っていたからな。そうか、その混乱を生むという目的がなければ老子探偵を殺すのにわざわざこんなトリックを使う必要はない。今回の事件は本来解くことのできない謎を生むはずだったんだ。しかしそこに無能君が現れ予定よりも早くトラップを起動させてしまった上に入り口で気絶してしまった。もし仮に洋館内に犯人がいたとしたらさぞ慌てたことだろう。なぜならこの洋館は窓が全てはめ殺しで出るには唯一の扉をくぐるほかない。割れば良いのでは。
なのにそこには男が倒れている。もし逃げる時に目覚めて顔を見られたら一巻の終わりだ。殺そうにも実力も素性も不明。おとなしく身を隠す他にない。さらにそこへ他の探偵たちまでやってきてしまう。慌てた犯人は隙を見て暖炉で証拠だけ隠滅してしまった。どうだい、しっかりとした筋書きだろ。誰もホームズさんの言葉に反論しない。確かに犯人の計画が狂った要因があるとしたら僕というイレギュラーなのだろう。僕が未熟なばかりに老子探偵を救えなかった。だけど僕があの時に扉を開けたからこそ犯人の計画が狂ってくれたんだ。なんて皮肉な運命だろうと思う。その可能性があったか、全然気づかなかったよ。わざわざ混乱を生む発言をしておいてよく言うな。どうせ最初から全て気づいていた上で場を混乱させたのだろ、この下道め。お待ちなさい、どうして八津崎公の犯行だと言い切れますの。薪の消える時間が知らなそうなのってだいぶ絞られるよな。八津崎公の犯行の特徴は常に被害者が2人同時に現れること。確かに研究棟のスタッフに多数の死傷者が出ていますけど、これまでの犯行とは全く。それが2つ目のミスなんだよ、家族くん。え？家族探偵を押し黙った。ホームズさんは僕へと視線を向け、冷たい微笑を浮かべた後に確信を告げる。本来この扉を開けた者は罠に引っかかり老子探偵と共に死ぬはずだった。シャンデリアに潰されるはず。つまり本来殺すはずの2人目の犠牲者を出せなかったことこそが八津崎公最大の失敗さ。なんですって。なんですって。思い出した。罠に引っかかった時、偶然頭痛に襲われて避けられただけで僕は本来死んでいた。つまりたまたま悲劇を逃れただけで八津崎公に殺されかけていたんだ。はいはい、被害者が2人いたかもしれないからって八津崎公の犯行と断定するのは早計じゃないか。模倣犯かもしれないだろ。分かっていながら尋ねるな、下道探偵。お前もシリアルキラーならわかるはずだろ。これはただの撹乱を狙った犯行ではなく宣戦布告だ。わざわざリスクの高い手段で老子探偵を惨殺してみせることで八津崎公は私たちにこう言っている。真相を解き明かしてみせろ、さもなくば全員八津崎にしてやる。あ、うん、とな。面白くなってきたね。俺も全力で楽しませてもらうとするよ、マイホームズ。下道探偵が引き下がるとホームズさんは手を一つ打ち鳴らし視線を一身に集めた。では今回の事件をまとめるとしよう。八津崎公は私たちの訪れる数日前に島を訪れ職員を全員殺害した。その後シャンデリアと老子探偵とをワイヤーで結びつけ、罠が作動してシャンデリアが落下すれば老子探偵が死ぬよう細工、洋館を後にした。後日研究棟に私たちが訪れたところを見計らって後日老子探偵の声で私に連絡、一部の探偵を洋館へと誘導する。そこで扉を開いた探偵と老子探偵を同時に殺害し、二人の犠牲者を出すことで八津崎公の犯行であることを示唆。それと同時に犯人である八津崎公が島の外へと逃げ出せた可能性を示すことで私たちを混乱に陥るはずだった。だがそこでイレギュラーが生じる。それは計画外の人物が計画外の時間に罠を作動させたこと。そのイレギュラーのせいで犯人は洋館の外へ出られず、慌てて証拠隠滅を図った。その結果不自然に暖炉に火が灯り証拠品も焼け残ってしまった。無能探偵が来ることは知ってなかったってこと。以上のことから八津崎公が今どこにいるか、無能くん、イレギュラーの主である君が結論を告げろ。この中にいるってことでしょ。
この洋館の中にいるしかありませんが、せっかくだから俺はこの一番右に、右じゃない一番下この洋館の中にいます。その通りだ。八崎公は私たちのすぐそばにいる。無能君が生み出してくれたこの一筋の光明を逃すわけにはいかない。ここまではやられてばかりだったが、反撃開始といこう。私たち全員で追い込んでやろうじゃないか。この嘘にまみれた悲劇を終わらせるために。事件概要報告書。被害者老子探偵、加害者不明。死因ワイヤー層による死死の裂断。家庭、シャンデリアの罠とワイヤーを連動させることで犯人は自らの手を汚さずに老子探偵を殺害した。行こう。事前に準備することが可能なトリックであるため決め手に乏しく、犯人は未だに不明。ただし間違いなくこの洋館の中に犯人は潜んでいる。